会った時に大体その人が炎上したら光が黒幕って言われるすごい現象が起きるっていう、全く何もしてないのにちょっと関わっとっただけでなぜか黒幕になるっていう。でも別にノーダメージなんですもんね。まあノーダメージ、まあ、それが逆にも光っぽいねっていう良さみたいな。だからあんまり何も言われへんな。辛い時ないですか？だってやってないことを悪いやつみたいに言われるってかわいそうじゃないですか。あ、全然何にもない。頭おかしいっすよ、ね、やっぱり怒っていいんですよ。だってやってないって言えばいいじゃないですか。でも俺はそれ逆に面白かったりするから、逆にそれはもうネタとしてそこを受け止める自分に対していいっていう、なんか生粋の YouTuber ですよね、マジで。それはそうかも。そうやって世間で言われとるっていうことも込みで俺はかっこいいと思ったわけ。ヒカルさんの動画とか僕も結構見るんで、うん、そのお金をめっちゃ使うっていう発想が僕にもしあって、それをたくさんの人が楽しんでたら、もしかしたらそっちを楽しんでた人生もあるかもしれないなって思っちゃうんです。お金使うのって世間体が良くないというか、日本人的にはあんまりなんかいやらしいみたいな。でも俺アンチって伸びしろやと思ってるから、俺のこと嫌ってるわけ。そうっすね。嫌いな人って見てくれるから手のひらを返しやすいなって思って、俺って何やかに気になる存在らしいんですよ。やっぱクリエイターの人からもヒカルさんなんか見ちゃうんですよねみたいな。それってまあ直やなと思って、こういう業種においてだから逆転させれるなと思って、オセロ続いとるんやなと思って、ずっとやまないですか？心ない言葉とかもあるじゃないですか。魔法の言葉教えようか。ヤンゲムさんの時にこの言葉を思い出せば絶対顔されるって言葉。はい、オナニびっくりした。どういうことどういうこと、何かヤンゲムさんって話が、一回ヤンゲムさんってなんか心を痛めた時にもう一度思い出してほしい、この言葉。ちょっとごめんなさい。んそうっすよね。そうで真面目な話っすもんね。いや、そうやね。これ絶対しっかり聞こうって思ってたんですよ。いやいや、だからこれはほんまに大事な話で、生理現象みたいなもんなんやから、ハブンボ。そうっすよね。もはやそうっすよね、うん、全くおかしい話じゃない。さっきのことはいつかいい経験になると思う。俺から聞いたアドバイス、あ、いつか自分がピンチの時に思い出せば解決するから。いや、マジで光照らされるから、ほんま一気に。あ、そうなんすね。いや、マジマジマジ、あ、俺それで全部乗り越えてきたから。いや、マジマジほんまに。そうなんすか、うん、バリュー時間の時回数増えたの。普通に、うん、マジでいつも3倍はいったかもしれない。バリュー時間そういうパターンもあるんすね。そういう乗り越え方もあるんですね。あれあれ、山場迎えるから。僕結構いろんな本読んでるんですけど、うん、どこにも書いてなかったっすね、やっぱその乗り越え方。なんか逆境を跳ね返すみたいな本、うん、絶対書いてない、うん、物事の本質って基本的に表出えへんから、出回らん。みんな隠してるんですか？隠してるね、必殺技だから。でも俺は教える、あえてここで。あ、そうなんですね。炎上仲間として授けるこの術を、うん、じゃあ本当にもしこれ今動画に載るんすか、みんなに教えちゃっていいんすか？まあまあまあ特別に。そうそう、まあ視聴者の人はやっぱり特別やから、じゃあ言わない方がいいですね、みんな周りには、うん、そうそう。まあでもウーブの人が炎上しちゃったら教えてあげて、そっと魔法の言葉これこうですって言ったら、もう、あ、なるほどってやって、もうそのことも解放されるから。あ、そうなんですね。じゃあ事務所の方とかにカンタさん大丈夫ですか、精神的にとか言われた時も、そうそうそう、大丈夫です大丈夫です、あ、そう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 、ベーションベーションマスターベーションまあ余裕だから、そういうことやから、ほんまにそういうことなんですね。炎上ってそういうことやから、そういうことな気してきちゃってるから怖いですね。まあ俺でも言ったことほんまやから、それ嘘とかでもなんでもないし、心の底から言ったわけ。実体験だって、あ、実体験実体験、ヒカルさんしかいないですよ、ね、あ、そう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 、であの炎上から帰りたいって俺しかおらへんやんか。そうっすよね。ってことは俺が正解やん、もう。いや、マジマジで確かに唯一の方法、うん、そうそう、唯一の方法知ってる男やから、この世で、この世で炎上から復活できる唯一の方法知ってる男やから、そう、その俺が言うやから多分間違いない、うん。